モンテディオ山形は山口と1対1の引き分け。1点を追う前半13分、FW 伊坂ゼイン25が、ホームでのチーム初得点を挙げたが、同初勝利はまたもやお預けとなった。粘って勝ち点1を積み上げた。1対1の後半33分、FW デラトーレ30、MF 藤田伊吹32の投入で交代枠を使い切った直後、デラトーレが負傷でピッチを退く緊急事態。試合終了までの約15分間をカウンターを狙いながら10人で守りきり、なんとかドローに持ち込んだ。渡辺新監督49は、選手たちが絶対にここで失点してはダメだよと言っていたと振り返り、勝ち点3を取るには点を取らないといけない。だが、失点してしまったら元も子もない。そういった意味での共通理解を10人がしっかり持ってやってくれたと称えた。前節で8連敗をストップ。連勝で勢いを加速させたい一戦だったが、前半3分にいきなり失点。だが13分、MF 小西雄大25のクロスを伊坂が左足で合わせて同点。伊坂は練習の段階でサイドバックの背後はチャンスになると分かっていた。そこに小西雄大が素晴らしいボールを供給してくれたのが全てだったと感謝した。ゴールデンウィーク3連戦は今後、5月3日アウェー岡山戦、同7日にホーム藤枝戦を控える。ホームでのチーム初ゴールを挙げた伊坂は、ゴールデンウィーク中にホームでもう1試合ある。必ずなるべく多くのゴールを取って、いいゴールデンウィークになったと思ってもらえるような試合をできるよう、まず次の岡山戦をやっていきたいと意気込んだ。4月は1勝1分け4敗。前半の失点を早々と追いつき2戦負けなしと復調の気配を見せるが、MF 田中渡る22は前半に先に失点することは良くない。そこがなければ試合展開も変わっていたと思うし、そこはまだまだ反省点。課題を突き詰め、さらに磨きを加える、相澤講師。